全国各地の学習センターで行われている公開講座、その中からよりすぐりの講座を紹介するのが公開講座セレクションです。今回取り上げるのは愛知学習センターで行われた特別公開講座です。講師は微生物学が専門で発酵食の研究をしている名城大学農学部の加藤正史教授。発酵食とか、よく聞くんですが、どういうものをご想像されるでしょうか。ここにありますように日本酒、味噌、醤油など、愛知で作られる味噌や醤油などの発酵食品を紹介しながらその魅力を伝えます。放送はご覧の日時です。